生徒たちが巻き込まれたのは命がけのリアル人狼ゲームだった。キムウソク主演の学園ミステリースリラー。楽しいはずの修学旅行が一変、恐怖の人狼ゲームに強制参加させられた生徒たち。彼らは友達を人狼として疑い、処刑投票できるのか。そしてこのゲームに隠された謎とは。夜になりました、人狼を咲かせ、8月スタート。